はい、どうも、こんにちは。ホステルと申します。プレイステーション2のサイレン2の実況でやっていきましょう。どうぞよろしくお願いしますね。藤田茂くんの5時間前、闇島近郊採掘場、こちらの終了条件にやっていくっていう話でしたよね。ではやっていこう。あれ？あ、こっちだった。終了条件を選択してくださいということで、予兆だね。雑音が入るだけの無線、警官藤田は更新を諦める。ふと違和感を感じ、あたりを見渡す藤田。暗がりにいた何かが一瞬にしてチリチリに消えていく。このチャプターの概要が終了条件1をクリアしないと見れなくなってるのかな。これ冒頭のムービーは一緒だよね。これは飛ばしていきましょう。では終了条件2は一体何なのか。フェリーの発見。わかった、やっていこう。探し元がどこにあるかわからない時には、入っていない部屋を探して中をくまなく探索してみましょう。高台に登ることで遠方を見渡すことができます。はい、いや落ち着いて。いいか。あー、ちょっと音でかいな。まあいいか。このまま進めていく。これ怪獣電灯ない状態からだよね、当然。はい、ではまずまた左に向かって動いてる。懐中電灯からゲットしていきましょう。懐中電灯があるのはこの詰所だったよね。では進めていく。これ終了条件2になることによって、前作だったら敵の数が増えてたりとかしたんだけれども、今作その辺どうだろうか。その辺も含めて確認していきましょう。懐中電灯が必要なところ、ここから先だったよね。ここから先に入ったら光に弱い黒いモヤみたいなものにまとわりつかれて一瞬にして命を落とすんだよね。だからこそ懐中電灯を先に入手しないといけないという流れになってくる。確か角材持ってましたよね。角材を装備して、これだけどさ、すごい暗いよね、懐中電灯がない時点だと。こういうちょっとしたオブジェクトも調べられないんだ、今作は。前作だったらちょっとしたオブジェクトもメッセージが出てきたのにね、アーカイブとかじゃなくても。ではまずは滞りなく懐中電灯を入手して光源を確保していきましょう。これもう少しね、振り向いたりとかする速度が速ければ敵に対してもかなり有効に立ち回れたんだろうけど、どうしても振り向く速度とかがすごい遅くて、だから黒いモヤに対してなかなか散らすことができない。光を当てれば一瞬散るんだけど、その散らせるのも難しい。動きが鈍くて。入手できるものがあればしていきたいところ。一応拳銃持っとくか。シャカさえ持っとけば散らし損ねた黒いモヤも売って散らすことができるからね。あんまり走りすぎるとスタミナの回復速度がなんかすごい遅いような気がするんですよね、本作。だから走るのは最小限にとどめた方がいいのかもしれない。それかむしろ、もしくは走ったり歩きを切り替えながら行くっていう感じで。さあ、懐中電灯を手に入れたところで、終了条件が少し変わってきていますので、高台がどうのこうのとかって書いてあったよね。だから、もしかしたら高台にむしろ登らないといけないっていうような流れかもしれない。このチャプターで考えられる高台っていうのは、この上の足場のあたりなんだけど、ここ空いてる。なんでここ空いてんの？ここ確か誰だっけ？いつきと岸田ゆりかが二人で入る部屋だったよね。なんか拾える。ハンマー？これ武器として使えんのか？ここは調べることができない。いつきくんだったらここ調べられたけどね。もう調べられる。詰所の鍵。詰所ってどこだっけ？ここだけど内鍵だわけだよね。他にも詰所ってあんのかな。なんでここであえて鍵が出てくるのかっていう不思議。え、ちょっと待って、これ茶が手放したんじゃね。待った待った待った、茶が拾っておきましょう。送風機系機械室内で拾った鍵、詰所の扉を開けることが可能。これなんか意味あんのかな。ちょっと待ってね、茶かとハンマーにしておく。武器を2つまでしか持てないっていう描写があったわ、そういえば。もう一回下降りてみるか。あんまり走ると待てるからな。巨弱体質のおわわりさん。詰所ってここ以外にないよね。この鍵を手に入れたことによってなんか他にできることが増えるのかな。
ここ閉めて敵から逃げられるだけ、それとも調べることもできないし、あ、ちょっと待って、鍵のかかっていたボックスがあったよね。それかもしれない、扉じゃなくて。ここ、ここ、あ、ダメなんだ、ここ調べられない。全くもって意味わかんねえわ。誰かの必要行動でもないし、何なんだろうこの鍵。全くもって用途が不明といったところか。あれ、条件1の時も入れたのかな、送風機系なんとか設備なんとか部屋。早速バテちゃった。しばらく歩きます。そんな悠長なこと言ってられるか。疲れても一生走り続けろ、心臓が破れるまで。心臓破りの階段を登っていくか。警官に試練を与えていく男。もうちょっとスタミナつけないとダメだよ、人のこと言えないけど。このスタミナで飛べるのか。なんか飛べたな。こっちもね、なんか鍵かかってる部屋だったよね。インクライン制御室。インクラインって一体何なんだろうね。コンベアみたいな感じなのかな。なんかマシンみたいなのあったよね。僕もいずれ開けられる時が来るんだろうけれども、今の時点では鍵とかないから開けられない。で、結局のところ高台にやってきたけど、周りを見渡しても、結局何もないんだよね。ここ飛び降りられなかったよね。いちいち向こう側に戻らなきゃいけないんだ。結構大変、それは。さすがにこの高さは高いか、飛び降りるには。バテてる、バテてる。これ階段降りる速度が遅くなるよね。その辺はちょっとリアルかもしれない。現実に近いといったところか。ハンマーの使用感を確かめていこう。重量級の武器かな、これは。威力は高いけど振りが遅いといったところか。それならチャカだな。さあ、ここから先が結構きついところ。懐中電灯持ってても結構被弾するからね、ここは。フェリーの発見ということで、おそらく屋外であろうが、あ、なんかあんじゃねえか、ここに。暗くなってるところ、マップが。あ、表示されないんだ。フェリーの停留所、そこじゃないかなと思うんだけど、とりあえず突っ込んでいくか、じゃあ。ジグザグ歩きで行った方がいいかもしれないね、ここは。こう散らしながら。よし、いい感じじゃない、これ。いい感じじゃん。たまにこうぐるぐる回ったりとかしながら散らしていく。で、この部屋の中に必要コードがあったんだよね、確か。閉めていきましょう。このボヤは、ここ扉すり抜けられるのかな。おっとー、いいですね、登っていく。ここも高台っちゃ高台だよね。ここに、クリア条件2の必要コードがあったんだよね。針金編。これなんか、メッセージ飛んだり飛ばなかったりするよね。なんでだろう、今ちゃんと表示された。矢倉一子の必要コード。その人自体まだ登場してないし。どういったキャラなのか全然わかんないよ。あれ、ここ入れなかったよね、前。行って、離して。あ、うぜうぜうぜ。うざいって。散らしてく。閉めよ。来んじゃねえ。あ、来ない来ない来ない。いいですね。あ、ここにヒントありそう。なんかあるわ。しゃら、インクライン制御室の鍵。小目標、フェリーの発見。小目標とクリア目標が、あ、すり抜けてきた。やっぱりすり抜けてきた。やっぱりと。逃げていく。
あのもや移動速度、ああだけどバテた走りだったら追いつかれてたか。そういえば前ここプレイした時はとっとと出ましょう。インクライン制御室の鍵手に入れたから、そっちにとっとと行く。死ぬ前に生きた証を残さないと。意外っていう特進警官、死ぬまで走れ。インクライン制御室にフェリーあんのかな。ただトモあれ小目標とクリア目標が一緒になったから、もうできることはないよね。前作に比べて結構ね、ヒントが分かりやすくなってる。それはありがたい。前作はいくらなんでも難しすぎたからね、ゲームの難易度が。今のところサクサクこれてるような気がする。で、ちょっと一応扉閉めとこう。ブレインとか出てくるかもしれないからね、まだ序盤だけど。さあさあさあ、行動のあたりは一体何か。なんか開いてる。ああ調べられない。ブレーカーみたいな感じだけど、ここ調べられないね。なんかアーカイブとかあるかもしれないから、周りをつぶさに探索して。そう、アーカイブといえば、今まで手に入れたアーカイブ調べてなかったよね。動画の最後で、ちょっと時間のある時にでも、まとめて、見ていこうかな。さあさあさあ、インクライン制御室の2階に来たが、あ、ここが高台になるのかな？ここから窓を覗くことによって何かを見つけることができると。また余計なことに頭突っ込んじまう気かよ。俺も懲りねえな。司会新聞がアーカイブに追加された。あ、これでクリアなんだ。独り言おじさんのチャプタークリアしましたね。では次はデモシナか。岸田有利のデモシナプラス1時間40分。もうサイレンが鳴った後だね。何かしらの建造物を発見していく。だけど樹くんと行動を共にしてたよね。今いなかったよね。どこかではぐれちゃうのかな。はぐれたっけ、どうだっけ。前回ここ確かプレイしたよね。最後どうなったっけ。ここあ、金窟採掘場、金鉱採掘所かを脱出したところまでだったよね、二人で。あ、矢倉一子のチャプターが出てきた。例の終了条件に手に入れた女の子だね、このツインテールの子。かわいいですね。はい、それでは時系列的に先のものからやっていきたいので、この三上くんの2時間前、こちらに入っていきましょうか。上官の坊主頭と共に行動してたよね、彼は。え、何？司？お前なのか？これはお前の。これは。あの時のまま。あれは私。人魚の涙がアーカイブに追加された。これでオープニングのあのシーンにつながるわけか。三上くんの最初のチャプター、
では終了条件1、青の久集落からの脱出。未確認行動。何者だ。三上周は目がよく見えません。誰か視界ジャックし R3 ボタンを押すことでその視界を使って移動することができます。同行する司の視界を使って移動してください。ああはいはいはい、盲目のパターンね。で盲導犬の視界ジャックして先へ進まないといけないんだ。あ、三上周ってこいつだったか。俺さっき自衛隊のやつかと思って言ってたけど違うわ。失敬、失礼しました。全く見えない。これなんか拾える。靴べら、武器かな。武器なんだ。うわ武力だねこれ。どうしよう。三上家の中に入っていけばいいのか。うわまるで俺の視界みたいなんだけど。これ R3 スティックがどうのこうの、スティックを押し込むとかどうのこうの言ってたよね。あ、なるほどなるほどなるほど、犬の視界で動けるんだ。つうことは、あ、なんかに発見された。ちょっと待って、ワンチュン見えない。そっち、あ、ワンチュンの視界ジャックしてもクソ。あ、よくこれ操作がわかんねえ。やばい、なんかに発見されてる。振ってくしかない。とにかく犬助けてくれるんだろうなこれ。やばそうな時は。ちょっとさっきからスティックすげえ震えてるんだけど、やばくない。うわーこれ操作感悪いな。ちょっと待って、クリア条件なんだっけ。あれ、これクリア条件ってどうやって確認するの。あ、上にもう表示されてるか。集落からの脱出でしょ。この家の中にいても仕方ないんじゃないの。じゃあ家から出るか。うわ、グラグラするこれ。目が見えない人の感覚と酔っ払いの感覚を同時に味わえる贅沢なゲームか。たまんね。怖すぎこれ、この視点。急に死人目の前に映りそうだよねこれ。怖い怖い。茶封筒に入った手紙らしきものがある。三上竜兵宛ての書簡。他に調べられるとこあるかな。まだなんかメッセージ出てたような気がするけど。ダメなんだ。うわ、見えねえ。つうかさ、ワンコ盲導犬ならさ、前歩いてくんだい、ほんとに。ひどい、これひどすぎる。普通に歩いた方がいいんじゃねえの、むしろ。これさ、俺の、まあ、俺も目悪いんだけど、俺がメガネ外してる時の視界にそっくりだから。え、左スティック勝手に動いてる。あ、左スティックじゃない、右スティックか。これのせいかな、もしかして。今犬おかしかったの。くっそ、やりづらいな。この先にいるじゃん。これトイレかな。ここに隠れることできるかな。家の外かな、死人いるのこれ。絶対足元に引っかかってるの犬だよね。普通の視界ジャックも有効活用しながら進んでいくしかねえか。やっぱ放送事故なんだけど、ガチでこれ。もう一体何をやってるのかわけわかんねえ状態になってるわ。犬の視界と自分の視界を使いこなすことによって、
いろいろ調べていくっていう感じか。白いカセットテープ、これは一体三上柊のカセットテープ。これ最初のイベントシーンで子供時代の三上かなが映ってたよね。これもやっぱりループしてるってことなのかな、ストーリーが。あれをここ締めた覚えないんだけど、うわ何起こってんのか全然わかんねえ。犬が階段のところで待ってたのか。やりづらい、本当にすごくやりづらいですこれ。うわーこれ三上のさチャプターがたくさんあるようだと少しストレスかもしんない。これはちょっと厄介だわ。マップ見ながら進んでいった方がむしろいいんじゃないのっていうレベル。両小屋への到達が小目標か。その両小屋ってどこだよ。あ、表示された。結構遠いね、結構遠いね。行くしかねえか。だけどつかワンちゃんさついてきてくんね、本当に頼むよ。視界ジャックしていくか。うわ固定型のやつって嫌だな。死人の声も自爆になるんだ。あいるわいるわいるわ、見える見える。なんかいたように見えたけど、なんか今動いたよね。雨のせいか。階段？ちょっと待って、あどっち行けばいいのか全然わかんねえわ。目の前にも階段あるけどこっち行けなさそうだよね。行けるのかな。あ、いけねえわ。なんか板みたいなのがある。あ、うっそ正面か。こっちだ。距離感つかめねえ。いて。これ、ひるんでなくない？敵。やばいね。そこちょっと敵強いかもしんない。このチャプターあんまり他を覗いてる場合じゃないな。急いだ方がいいかもしんない。マップ開きながら行きましょう。それが一番確実だわ。こいつ一体何なんだ。危ねえ、やばい、体力だいぶ失ってんぞ。急ごう急ごう。見張れって何？犬に見張りをさせて自分だけどんどん先に進んでいくっていう悪魔の所業か。もう視界ジャックとかうんぬんの話じゃねえわこれ。もうガンガン進んじゃえ。もしアーカイブとか取り残してる、取りこぼしてるものがあったら教えていただきたい。もう突っ込むわ、申し訳ないけど。いけいけ、このままゴールいけんだろ。ほらよ。はい、クリアしました。あーどす。まあとりあえず三上家の中のものだけは回収できたので、それだけでもね、まあよしとしよう。次おかしい。いくらなんでも非現実的すぎる。君はそう思わないのか。今僕たちが体験しているこの全てを。それにさっきの女、君の知り合いなの？お母さんは今まで鳩を飛ばし続けたの。でもいつも鳩は戻ってこなかった。
早くお母さんのところへ行かないと。その君の母さんって人、本当にいるの？ひどい！やっぱり私を信じてくれないの？助けてくれないの？いや、あの…いた！結局二人が離れちゃうってことか。多分これさっきのデポシナリオより前の時間軸だよね、今のは。今のはここだったよね。で、さっきのデモシナリオがここの岸田ユリの一時だったよね。ふんふんふん。離れて一人で行動して、光のついた建物を発見するといったところか。では次。清田明子のゼロ時。ここに行きましょうか。まあ、とりあえずそれは次回にして、今回はここまでに行きましょう。ご視聴ありがとうございました。